ラジオネーム、トゥーパンプさんからランチタイムメール。お墓で話題になっている金沢カツカレーさんを紹介します。前橋市にあり、銀のカレー皿と先割れスプーン、キャベツのトッピングが特徴の金沢カレー。辛さは2種類あるので、甘口を選べば小さなお友達でも OK です。私がいた時は小さなお友達を連れたファミリーが楽しそうにカレーを食べていました。オプションのポテトサラダをトッピングしたカツカレーはボリューミーでお腹がいっぱいになりましたよ。あーちゃん、リスナーの皆さん、うんまいランチをしっかり食べて今年も一緒に頑張りましょうというメールをいただきました。テーパンプさん、今年もみんながお腹をぐーっと鳴らすような美味しい話題楽しみにしています。2022年もどうぞよろしくお願いいたします。